今釣れたーい。よく人が説明しないで、はい、聞いてない目打ってないっす料亭やじゃあワカサギの天ぷらいただいてみたいと思います。こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ソーシャルディスタンス。今日はね、はい、宇都宮と西中というアホ二人。いや、誰がアホなんですか。どこでアホとか言ってくれてるんですか。これから楽しむっていうのに寝起きですよ。いや、めちゃくちゃなっちゃう、本当何するんですか。何するんですか、今日は。今日はね、山中湖にやってまいりましてですね、はい、ワカサギを釣りたいと思っております。初めてだな。すげー、初めて。めちゃくちゃ綺麗。ほんでワカサギを釣って、そのワカサギを天ぷらにして食べるという。うわあ、初めてのワカサギ釣り、はい、やってみよう。いや、すごっ。山中湖ってこんな感じだ。こんな感じで濃い温度。うわ、すごっ。でかっ。すごない。でかっ。これ野生、手づかみで取れるぐらいの、はい、これじゃないっしょ。だってこれじゃないです。釣るのはこれじゃないです。これじゃないです。これ濃いです。これは濃いやん。これ餌あげていいの？餌くれ、餌くれ言ってんすか？朝ごはんくれっつって。濃い濃い濃いだけに。濃いは濃い濃い。うわー！腹減ってる。怖っ！すっげえ。8時台の山手線ぐらいの渋滞。めちゃめちゃ。ちなみにですよ、ワクチンあるやん。はいはい、菅元総理が残りのワクチンがなくなる、あと100万とか200万とかのワクチンをなんとかせなあかんっていう時に、ファイザーの CEO を菅さんがオリンピックの時に招いて、迎賓館ってあるんだ、はい、迎賓館に呼ぶの。でそのファイザーの CEO が池見て鯉を見るわけよ、はい、菅さん、あの鯉はトランプ大統領が餌をあげていた鯉ですかっていう時に、菅さんは餌あげますかって言ったら、オーセンキュー、今がチャンスやと思って、プリーズワクチンって言って、ワクチンが日本に入ってきた。そうなんですか。すごい、餌と引き換えにワクチンが、鯉の餌やり外交ですよ。うめんかな、これ。それでいいや。くせぇ。くせぇ。いいや、やつ起きるぞ。くっせぇ。くっせぇ。手前に靴を脱いで下駄箱を右に開く。ここで靴脱ぐ。あったか。止まった方を持って太い方にね、ちょんまげなんですよ。右手で竿を持ってください。鉄の中、これ聞いてかな。ここを持ってね、左手でこの金具のところを持ってください。ここから、この下の金具です。ここの。あ、これですか。そうです。そしたら開けます。すごい。このところを閉めてください。そして10メーターちょっと行きます。それ左手離して。いや、ここから離さなあかんやな。これを。横の人が説明しないの、はい、来てないの。とにかく来るまでは下に落として誘ったんですね。でここで止める。この動作の今動きましたね。きっとね、10分ぐらいすぐこう面白い。当たり上がりましたでしょ。半分近くに水入れてください。これで釣れてる。そしたら、はい、釣れました。一匹釣れた。先生、全然わかんない。釣れてる。あ、釣れてる。わー、すごい、はい、ありがとうございます。これも繰り返しです。どういうこと。あ、来た来た。そうです、そうです。これ引っ掛けて、これ引っ掛けて。そうです、そうです。ほんで巻く。よーい。なるほど。
え、全然わからん。これでいいんですよね。ちっちゃい当たりの時もありますからね。ちょいちょいこうやってた方がいいですよね。それだなと思ったら とにかく躊躇せずに。先生、また釣れてるパターン。これでもし釣れてたら俺は釣ってないよ。これは。あ、今釣れた。ヒット。今ヒットした。今絶対釣れた。今の釣れてなかったら俺はもうやめたもんね。そこまでとかないよ。ノンワカサギや。あー、いいですね。釣れたーい。あいや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 。3匹です。すごい。さあ、ということで2時間、2時間、2時間釣りまして、はい、僕が35匹、ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。44匹です。いや、お前一回も握り詰まったからな。いや、ちょ、あ、お前ラテ飲めって。ちょちょちょ、うるさいな。詰まってんだったら足元のラテ飲めよ。おにぎり、お前はぎめず、お前はぎめず。なんだ。おにぎりがめっちょっと待ってて、あー、マジで死ぬか思った。参りました。いや、ちょっと待ってください。さあ、そして鉄道が、俺21匹です。うわー、もう嘘ついてる。ちっちゃいのありました。1匹ずつ。とにかくお前が最下位やわ。どうすんすか。え、どうすんすか。これ一応チャーターしたね、この船をね。今回5万円払って、はい、なのでそのチャーター代を三口が支払ってもらうということで。ごちそうさまです。ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。いくらですか。え、いくらですか。5万。5万ですか、はい、僕払うんですか。はい、もういろんなとこで言いますよ。何よ。払わされたって。あ、言ってください、言ってください。もう打つてないっす。早い。なんだ。早い。嘘。5万はさすがにあれやからいいです。優しい。4万円おい、4もきつい。じゃあちょっと天ぷらにして食べよう。はい。料亭やん。すごっ。西中すごいっす。第一陣いけました。うわー、すごい。じゃあワカサギの天ぷらいただいてみたいと思います。うまっ。自分で釣ったっていうのをだいぶ足してうまっ。足して引いてじゃなくて。いや、でも身ふわふわで、味はすっごい軽やか、食べやすい。これはいいっすよ。西中さん、はい、ありがとうございます。よかったです。鉄道くん、はい。お前何もやってんやないか。やってましたって。ね、お前ね、ずっと寝てたやん。よし、用意せんと。そんなことない。いや、僕も、いやいやいや、こいつだ、俺多分釣った。間違いない。おいしい。何箱？宝石箱。いやー、全カットでお願いします。ということで、自分で釣ったワカサギがこんなうまいと思いませんでした。また行きたいと思います。